はい、皆さんこんばんは。今日はどんな一日でしたか。私はですね、今日は今ですね、栗山のパラダイスヒルズホテルにいます。それでですね、今日はですね、実は朝も朝一で234号線のですね、今後拡幅工事を要望しているところで、みんなでですね、清掃活動をしながら、地域づくりのあり方だったりとか、道路の拡幅のイメージだったりとかですね、しっかりと機運を高めていこうっていうゴミ拾いをしていたところにご挨拶に伺いまして、本当に佐々木町長をはじめですね、皆様にこうしっかりとご挨拶もできないままですね、本当に次の場所に移動してしまったんですけども、本当に今日100名近い皆様が、そしてそれからですね、ビバイの、人材開発センターの総会に参加させていただいて、門脇会長をはじめ皆様にご挨拶させていただいて、そしてそれから内江の支部、芦別の支部、歌しない支部、上砂川支部、砂川支部、浦臼の支部、そして、浅野道義とですね、その支部の、挨拶回りと、整形セミナーのチケットを含めてですね、説明に上がって、そしてその後赤平に戻って、今日は商工会の、懇談会がありました。総会だったんですけど、それでご挨拶させていただいて、その後すぐにまた栗山ということで、今日はなんか栗山から始まっていろいろなところ回って栗山で終わったというような感じでありました。栗山の、アスパラとか地元で作ってるジンギスカン、お肉とか大変美味しくいただきました。すぐりさんのメロンの漬物も美味しかったです。ありがとうございます。それでは明日もいい一日でありますように。